シーに迎えに来て言ってたよ。だけん仕事が押したったよもん。じゃあ言えよ。言えってお客さんの前おっとだけん。そりゃお客さんの前でちょっと電話させてもらっていいですかって。せやんこれ仕切らん。遅れるとか。だけん。お客さんの前でちょうど話はしよったけん、すげえ途中で息子に電話するって忘れとったった。お母さんもずっと待ってたの。なんもさっき歩いて帰ればよかったろうが。見よこれあそこで来てって。すげえね、あんたが5時に迎え行けて言うたけんってね、5時ぴったりにね来れるわけなかろう。4時半にお客さんとの打ち合わせが終わるけん、そっから5時は間に合うどてなら迎え行くて言うただけ。すぎゃちょっと話が伸びてお客さんとの仕事な仕事だけ遊びじゃなかっけ。絶対雑談とかしてたしとらん。しょうがなかった。仕事だけこっちも。それ言うたらええと思って。それでお金もらえよってだけ。それ言うたらええと思ってる。絶対言うたらええってしょうがないって。別に嘘ついとらんもん。それ絶対仕事以外の話してない。だけしとらんって言いよったよ。なんであんたは。気分悪い。こっちも気分悪い。もうあんたと約束せん。大体バスで帰るなり歩いて帰るなり自転車で帰るなり。いやいやいや、迎えに来てくれるって言ってたからもそのつもりでいるやん。だっけもうこっちで迎えに来たった。いやいや、そう分かってるけど、遅れねえって言ってやった話。ほら、その時間なんかできたよ、俺。もう、たかが10分、20分ぐらいですぎやん。ああ、仕事でなんか長引いとっとかなとか、なんか車が渋滞しとるとかなとか。そんぐらいだろうだ、別に。10分。運転手おるし。あんたは早く迎え行こうて。1分1秒でも早く迎え行こうかねと思って運転しよったけ。絶対もうあんたとは約束せん。